知ってる？秋田のクリスマス2つの秘密です、はい。なんか強烈な越前さんのね今映像があったもん、そうですねちょっと曲げちゃうんですけどまあ頑張って、はい、まあ、寝そべってるサンタクロースだったみたいな ね、はい、フォルム的には、ね、そういう感じで可愛らしかったです、はい、はい。あのジャズブラウンさんもちょっとねご紹介 、はい、してましたけど、私もあの秋田のクリスマス、うんうん、先日16と17日文化創造館の、はい、はい、ちょっとこうスナップ撮ってきたんですけど、はい、本当にあの外は寒かったんですけど、中はね熱気というかね、本当ワクワクドキドキのね、うん、楽しい空間広がってました ね、 そうですね。お菓子の販売や文房具だったり、うん、雑貨だったりいろいろありましたね。雑貨もとってもなんかね気になる品々で、うん、あの手に取って時間本当に忘れるぐらいでしたね、はい、うん、よかった、はい、楽しかったですそれであの今日はもうクリスマスの特集ということで、うん、強引に、まあ、あの2つの秘密ということで、はい、秋田の秋田木、はい、ご紹介、2つも秘密があるんですか。もっとたくさんあるんでしょうけども、とりあえず今私が気になっている2つということで、まず1つ目、うん、あの小坂町、はい、はい、小坂町は日本のクリスマスの発祥の地である、うん、クリスマスマーケットと小坂町は強調しているというのが一つ、うんうん、はい、あの小坂町にはねあの、クルト・アドルフ・ネットーさんという鉱山技師さん、はい、この方が描いた水彩画があるんですけど、はい、まあ、この方ネットーさんはですねあの1873年、明治6年なんですけど、あの明治政府に招かれて来日をして小坂鉱山、鉱山の鉱山技師として働くんですよ。であの鉱山の開発に携わっていくんですけど、まあ、ドイツ人さんなんですよね。でこの方が来た1873年っていうのは面白い年で、はい、あのちょうどこの時にねあの幕府っていうかあの明治になってますから、キリスト教の禁止令っていうのは解けるんですよ。あのちょうど新しい明治政府になっていて、あのキリストの教禁止というのが解けた時にこの方が来て、その時その年の冬に、はい、あのネットさんは自分の故郷のねクリスマスのシーンを水彩画にするんですよね。でそれがあの鉱山あの事務所の方には飾ってあるんですけど、これがネットさん の、 あの水彩画なんです。みんなこれを見てね、なんかあのこういうシーンが広がっていたんだなって今も伝わってるんですけど、ネットさんは実際に自分のお部屋でパーティーを開いて、あのいろんな周辺の方々を招くんですけど、はい、そういう図があります。でこれがちょうどあの彼が来た時のものなので、小坂町はこれで、あの私たちの町はキリスト教があのちょうど禁止が解けた時の、あのいわゆるクリスマスパーティーの初めの、あの町なんですっていうことをね長く言ってるんですけど、はい、これが一つですよね、はい。であのちょっと私もあの小坂町のクリスマスの風景というのをちょっとあの書いてみました。あ、西村さんが書いた、あのレオナルド AI って一緒に書いたんですけど、はい、ちょうどこれ鉱山事務所の、うん、あの前にでっかいクリスマスツリーを置いて、その、うん、あの周辺に人々がいるという、ま、ちょっとパステル画っていうか、うん、水彩画っぽく描いてほしいということで、あの欲しいというか一緒に描いたんですけど、すごい、これが一つ目。美しい小坂鉱山事務所のような、うん、その前のイメージですよね。で、まあ、ちなみにレオナルド AI っていう動画は、はい、あの西村さんがいつもねあのご紹介していますが、はい、画像生成 AI なんですけど、はい、あの今とても私ハマってるんです、うん、やっぱ商用あの利用がいいあの可能ということで、うん、今使っているんですけど、それで描いた先ほどの、はい、でもう一つ目二つ目のちょっとこうもうちょっとこうファンタジーの要素を入れて描いてくれ、さらに、はい、ちょっと可愛く描いてもらったんですけど、可愛らしい、うん、なかなかねあの気持ちが伝わるんですよ、うん、画像生成 AI。 ちょっと話が飛んじゃって申し訳ないんですけど、なんかね風のないこの雪がしんしんと降り積もりながら、カラフルでいいですね。あのやってくれればいいのになって思うんですけどね。え、あの実際に小坂鉱山 の、うん、あの事務所の前でね、あ前で、うん、大パーティー。でもあの先日まであのクリスマスマーケットでしたか。そうですね、ちょっとあの開催をしてましたね。クリスマスマーケット土曜日に2回開催されたようですけど ね、ただイルミネーションはまだ25日までご覧いただけるそうですよ。もっと長い間ね、はい、クリスマスマーケットやってほしかったんですけど、
あのクリスマスマーケットって皆さんご存知だと思うんですけど、ちょっと説明をすればね、あのドイツ圏、ドイツとかオーストリアを中心にして、はい、今ももちろんずっと続いてるんですけど、こういうイメージですよね。で、あの各都市ではですね、まあ、あのホットワインだったり、あといろんな飾り物だったり雑貨だったり、まさに秋田のクリスマスで、あのこの間文化創造館でやったそのまんまのもう拡大版がね、あのこういうふうにして広がって続いてるんですけど、レオナルド AI すごいですね、はい、これは西村さんが、うん、ね、あの AI に指示して作ったこの存在しない方々の指示ですけど、でも存在するように思いますもんね。いよいよもう、うん、何を元に作ったんですか。これはですね、いろんな命令文を打つんですよ、うん、で一番の原点となっているのが、私今から10年前かな、約ね、7、8年前にウィーンに行ったんですよ、取材だったんですけど、はい、その動画を撮ったんですけど、ちょっとご紹介ください。この動画を元にして AI に書いてもらったんですけど、西村さんが行ったウィーンの、はい、そうそう、懐かしいですね、ウィーンのまだコロナのちょっと前で AI になってたのか、もうね、すごい人でね、すごい、うん、屋台みたいなの出てるんですか。あのホットワインが左側にもちょっと映ってましたけど、そこをちょっと引っ掛けつつ、ここをブラブラ歩いていくんですよ。引っ掛けつつこれウィーンの、ね、視聴者なんですよ。あの塔みたいに見えますけど、この前の、ね、広大な広場すべてが、ね、クリスマスマーケットで、1日だけじゃないんですよ、2ヶ月ぐらいやるんです、これ毎日。そんなに毎日お祭り。そんなにずっとやってるんですか。今もこれだけの人がいるかどうかっていうのは確認は取れてないんですけど、多分こんなムードで伝統として続いてるんですよ。つまり13世紀あたりからね、このクリスマスマーケットっていうのはドイツ圏ではあって、ウィーンなんかかなり古いですよね。とってもなんか印象深かったので、へー、はい、そうなんです。そっか、やっぱり2ヶ月も前からそのクリスマス本番を楽しみにするっていうのって、やっぱそのワクワクドキドキがそんなに長く続かせるって、やっぱ一つのね、クリスマスの楽しみ方ですよね。そりゃシュトーレン食べますよね、こうじわじわって、こうちょっとずつちょっとずつ楽しみに食べますよね、うん、でも最近のシュトーレンって柔らかく美味しくなってるんですよ。美味しい。それは伝統的じゃないって私は思うんです。それは話は変わります。まず一つ目それ、はい、二つ目はね、秋田クリスマス電球っていうのが秋田市にあったっていうのをご存知ですか、ね、わかんないです。初めて聞きました、うん、秋田クリスマス電球行きというバスがあり、停留所もあったんですけど、今のちょうど川尻大川端かな、はい、稲福米菓ってあるあたりにこの本社工場があったんですけど、うんうん、臨海工業地帯。そうですよ、臨海工業地帯に秋田輸出電球団地共同組合という大きな、ね、エリアがあって、その中でクリスマス電球を作ってたんです。1960年代がものすごい盛んで、たくさんの人が働き、アメリカへの輸出量がね、確か秋田をね、結構トップのいくらに入るぐらいの、でたくさんの電球を作っていたんですけど、年間だいたい600万個って言ってますから、こんなイメージで、はい、多分作っていたんじゃないかなって思います。ですごい大きな工場がたくさんこう並んでいて、これは秋田県が推奨をして、土地代というのをものすごい安くしてっていうか、ほとんど無料にして提供して、そのおかげで誘致をしたんですけど、うんうん、もう私がちょうど中学生になるまであったんですよね、うん、1971年か2年ぐらいまでバスが通っていて、この前にクリスマス電球行きのバス停で止まるんですよね、ちょうど山王からクリスマス電球行きっていうので、私結構バスに乗りましたんで、こういうイメージで、バス好きっていうイラストで昔描いたイラストなんですけど、うん、ボンネットバスにね、クリスマス電球行きっていう標識がついてる。あったんですね、うん、あったんですよ。でこれをまたAI でちょっと書き直してもらったんですけど、はいはい、それがこれなんですけど、あら、西村少年今多分孫世代のね、こんなやるバス停と、サンタクロースのキャップをかぶった運転手のバースみたいなイメージ、
で、実際にこういうバスではなかったんですけど、私のイメージの中であるリアル映像をちょっとご覧ください、うん、これも AI です。クリスマスカラー、こういうね、クリスマスカラーのバスではなかったんだけれども、うんうんうん、電球前にはこういうふうにして日々バスが止まり、たくさんの人が行き来をしていた。またこういうふうなクリスマスバスがね、いいですね。電球もかなりキラキラしてたんですか。キラキラしてたイメージ、その子は何にも気づかないでいたんですけど、うん、やっぱりこういうふうなもの、大きな会社というか大きな働くクリスマスという電球というのをアシタが率先してこう製造し出していたという歴史があるんですよね。もう一度こんな人間があればいいんですけど、はい、なんかじゃあイルミネーションを見るとそのことを思い出すんですね。ですね。で、まあ、最後に言いますか、クリスマスのシーンをちょっとまたいろいろ書いてみたんですけど、どんどんちょっとご覧ください。はい、これは前に去年私描いたイラスト、多分シナさんもご存知かな。見ましたね、これ。そう、はい、少年の夢、少年の現実ということで、夢は もちろんクリスマス、サンタさん来てくれますようにっていう少年が犬と一緒に祈ってる。でも実際にサンタさんかなという方は、はい、実際には忘年会続きで、うん、なかなか家には帰れないというようなイメージ夢と現実なんですけど、大人な世界です、ね、これをね、AI に書いてもらって書き直してもらったらとっても優しい絵になっちゃう。全然違くなって、なんかあれ、千鳥屋氏のおじさんがいない、例のお父さんはどこに行ったみたいな、ね、おじさんが犬になったのかな、うん、お父さんはなんかきっとあるんでしょうね。 AI 独自の倫理観というか、ね、ありそれで割愛をされてこういう風になったんですけど面白い。これはこれでね、可愛いですよね、うん、はい。他にもあるんですか。ちょっとリアルでまた作ってみました。これも少年と犬っていう映画の近いです、うん、すごい素敵じゃないですか。決してこんな昭和のクリスマスなんか私絶対迎えなかったんだけれども、これからのね、もしかしたら令和の少年たち、子供たちはこんな世界、こんな優しいクリスマスがね、迎えられればいいな。で、大事な立役者、存在する方 の、うん、私が大好きなサンタクロースをちょっとこう描いてみました、うんうん、はい、あら、はい、こちら余韻とともに、これは西村さんできればなりたいみたいな、でもね、うん、たくさんの夢を届けた後の充実感に満ちたサンタクロースの笑顔みたいな感じですね。もしくはもう引退をされてるのかなみたいな、ね、お正月ぐらいの過ごし方のロッキングチェアに腰掛けてるみたいな、ね、今度は俺の正月だぜみたいなねいやいや、素晴らしい今日は秋田のクリスマスについてご紹介いただきました。